ありがとうございました。ありがとうございました。いや、暑いですね。ね、やっぱりこの思いが嬉しいですね。大好きなの、本当伝わっておりました。イラストレーターってやっぱかっこいいね、センスあるよね。素晴らしいです、ね、でまだあるんですよ。まだあります。大石神社の富士様が、はい、なんとご挨拶をくださるということなので、大石神社も阿公に来たら大石神社ですよ、はい、でもね、本日14日はやはりあの、まあ、法要があってね。そうなんです。義祭は行われてませんが、うん、ちゃんと法要はございますので、本日お越しになることはできないので、 VTR をどうぞご覧ください。よろしくお願いします。皆様こんにちは。私は阿公大石神社の宮司を務めます、飯尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年は阿公義祠が吉良邸に討ち入り、見事本懐を遂げまして、満318年の年にあたります。本来ならばこの阿公の地に全国より大勢の方がお見えになり、そして私どもの神社でも拝殿いっぱいに参列者を迎えて義祠討ち入りの追慕大祭を行うはずでございましたが、皆様ご存知のように今年年頭よりコロナウイルスという悪疫が流行りまして、その影響で今年の義祠追慕大祭は総代さん、義祠検証会の役員さん、そして市民代表として阿公市長さんの参列という20名ほどの参列によるお祭りとなってしまいました。なってしまいます。これは誠に残念でありますが、やはり皆様の安心安全を考えると致し方ないことかなと思います。阿公市挙げての義祭祭りではありますが、パレードもなく、奉祝行事、奉納行事といったものがございませんので、大変寂しいお祭りとなってしまいます。まあ、しかし、阿公、この播州阿公大石神社、私どもには、討ち入り関係の遺品ですとか、あるいは、浅野家、お殿様の浅野家、浅野家が断絶した後、この阿公の地を治めました森家の藩主の遺品、そういったものを展示する義祠宝物殿、宝物殿別館といった建物がございます。この中には討ち入り関係の遺品、大石蔵之助が持っていました采配とか予備校笛、あるいは討ち入りに使った刀ではないんですが、普段所持いたしておりました蔵之助の備前長船の刀など展示しております。また義士たちの遺言状、本当にお父さんお母さんに切なる思い、武士の一文を遂げるんだという思いを綴った、そういった巻物手紙も残っております。また別館には阿公城受け取りの際、当時は五代将軍綱吉の時代でした。そういった関係で阿公城受け取りに犬の受け取り文書というのがございました。赤十匹、黒ひ一匹とか、そういった阿公城にいる犬の数を数えまして、受け取りの際に、やり取りしてたと、そういった珍しい文書もあります。また平口殿中、山崎長雲はじめ当代超一流の木彫家によります浅野匠守長典構造、また大石蔵之助以下四十七義士、中節の烈士と言われました茅野三平、合わせて49体の木造を収めます義士木造法案で、そしてその隣には、約1900坪ありました大石蔵之助の屋敷跡。残念ながら本邸は江戸時代に焼けてなくなりました。現在長屋門という正門、それと庭園が残っております。ぜひ全国の皆様におかれましては、一度この播州阿公大石神社お参りいただきまして、そしてそういった義祠資料、また庭園に佇みいただきまして、300年前のこの阿公事件に思いを馳せていただけたらと思っております。阿公は山あり海あり、そして川ありと、
大変風光明媚な良いところでございます、岡山県との県境でございますが、大変素晴らしいところですので、ぜひ皆様一度阿公へお越しいただけたらと思っております。来年は、コロナウイルスも沈静しまして、盛大に、義士追慕の大祭ができますことを心より願っております。今日は皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。先日実は宮司さんにご挨拶させていただいた。僕も会いましたよ。なんかね、包んでいただくような、なんか優しい感じでしょ、ね、気持ちが嬉しかったです ね。こうやってなんかオンラインでも技師さんをやってくれるということと、うん、その司会してくれるということありがとうございますというふうに言っていただけて、僕ね、阿公浪士はね、あの強さっていうのはね、うん、あのまあ、いかめし勇気もあるけどね、うん、優しさの後ろに裏打ちされた強さなんですよ。優しさがなかったらこの強さが出てこない。そうなんですよね。宮司さんまさにそれを体現された方やと思っておりますね。ありがとうございました。ということでですね、そろそろね、一部が終わるということで、うん、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。もうなんか、ね、勉強になったよね。勉強になりました。阿公浪士ってそんななんか深いんだっていうことを、私このね、企画に携わらせていただいて初めて知ったところも多かったので、ね、僕はね、何よりも阿公氏が阿公藩やとずっと思ってたんだけど、そんなに大きかったんだーね。え、もう浅野さんすごかったんだっていう。ほんで相生とか神子にあっての阿公氏やった、あの阿公藩やったっていうのもね。そうだからね、伝言ばっかりでって言ってね、あの阿公浪士を私はやっぱ大河とか、うん、そういうドラマとかで見てた時は、うん、本当に阿公って言ったらこの阿公だと思ってたんで、阿公のしおの阿公と思ってたから、そこの部分でのお話だと思ってたんですけど、浅野家そんなに大きかったんだったらどうなんだろうっていうね、不審なところが出てきちゃったんでしょ。僕はね、やっぱり物語とかね、うん、あのまあ、歌舞伎なんかを見てたり、うん、あとドラマとか見てたりすると、うん、阿公が全然出てこなかった、うん、こんなに阿公浪士に関係があるのに、京都の話、江戸の話、うんうんうん、で、たかだか3分ぐらいで阿公城がバンと門が映るって、だからどんな歴史があるのか全然知らなかったけど、でもそれをなんと、なんとこの後の3部でちゃんとやりますよ。しかも翔先生が監修のもと、そう、徳丸さんが脚本を書いた、ね、阿公の真実が明かされる赤レンゲ短編映画が放映になります。ありがとうございます。3部ぜひとも皆様ご覧いただきたいと思います。ということでですね、ここまでのお付き合いは徳丸新作と小勝有沙でございました。では2部3部でもお会いいたしましょう。ありがとうございます。それではエンディングをお聞きください。山はそこにあるから。ありがとうございました。